小林幸子、小林幸子、小林幸子、1953年12月5日体は、日本の演歌歌手、女優、タレント、実業家、本名、林幸子、旧姓、小林、血液型は A 型、身長165センチメートル、漫画家の小林誠とは親戚である、幸子プロモーション所属、新潟県新潟市出身、 1963年、9歳の小学4年生の時に TBS 歌真似特本でグランドチャンピオンとなり、審査委員長の小川正夫にスカウトされる。当時はテレビの音楽番組などは生放送であり、夜7時30分のテレビ出演というのは当時の子供にとっては遅い時間帯であった。この9歳の少女ということも美空ひばりを彷彿させ、 その、ひばりのモノマネも他の大人の出場者を圧倒する、抜群の歌唱力と非常に似ている、モノマネの出来で、後に、第二のひばりと言わせるものであった。これが小賀を鳴らせ、文句なく、グランドチャンピオンを取らせたのである。翌1964年には、新潟市内で肉屋を営んでいた家族と共に、上京して、小顔事務所に所属し、小顔作曲の、嘘つきかもめでデビュー。 デビュー曲がいきなり20万枚のヒット曲となる。天才少女歌手、ひばり二世として、大英映画では、子役としても活躍して共演した、かつ慎太郎には、チビと呼ばれて、大変可愛がられたと、小林も、テレビなどで語っている。当時まだ9歳の子供で分別もつかなかった小林が、ある時同期で親友の宮古春美と楽屋内でワイワイ、騒いでいたところ、 ある先輩歌手が激怒し、島倉千代子にすぐに注意してくるよう命じた。島倉は仕方なしに小林ととのもとへ注意に行き、お幸、楽屋というところはお仕事をする場所でもあるし、ステージに立つ前の神聖な場所なのだから騒いだり、するところじゃないのよと悟したと。小林はその当時から、島倉のことを、母さんと呼びしたい。島倉も小林を、幸と呼び、 亡くなるまでの50年間見娘のように可愛がられて、大変信仰が深かったという。1966年7月30日から1968年1月27日まで、日本テレビ、九ちゃんに、ちびっことりオとして、レギュラー出演している。1968年には、ネット、現、テレビ朝日で放映された青春ドラマ、青い太陽に、主演。 背泳ぎでオリンピック出場を目指す女学生を演じ、同作の主題歌と挿入歌も歌う。しかし、歌手業ではヒット曲が続かず、また、お手本としていたはずの美空ラヒバリの母親から、あまりにもヒバリを模倣しているとの嫌悪感から敬遠され、仕事が激減していき、15年の長い不遇が続く。当時、工業の世界を牛耳っていた山口組三代目と、 娘同然に可愛がられていた歌謡界の女王でもあるひばりに嫌われることは致命的なことであった。しかし、後年、思い出酒の大ヒット後にひばりとは、音楽番組共演やドラマ共演などが縁となり、とても可愛がってもらったと語っている。ドラマ撮影時は、スタジオ以外に街中や繁華街などでもロケをしたが、一万一ひばりの身に何かあれば大変だと思い、周囲を気にしながら、 演技をしていたところ、ひばりに感づかれ、幸子ありがとう。私の心配をしなくても、全然大丈夫よ。と逆に気遣われてしまったという。低迷期には15年間にわたって一人で、全国各地を暗夜し、地方工業の中で人に言えぬ苦労を経験した。昼間は、各地の工業を行いながら、地元のレコード店やラジオ局、 優先放送局などへ一人でキャンペーン周りをして、夜になると毎晩深夜遅くまで、飲み屋やキャバレーなどの繁華街を、泥水客に絡まれたりしながら歌い回っていた。親友の泉ピン子や、夏木まりは、互いの低迷時に一緒に、キャバレー周りの営業をしていた仲間だった。未成年だった時は20歳と年齢を誤魔化して、深夜の営業を行っていた。その間には、小林幸子。 日本コロンビア、小林幸子、ビクターエンタテインメント、岡真由美、定畜、小林幸子、ワーナーパイオニアと、幾度も改名したりレコード会社を移籍した。過去には、サンミュージックプロダクションにも所属していた。1974年には、第一プロダクションに移籍する。低明時の1977年には、雑誌平凡パンチのグラビア内で、セミヌードを披露した。 1979年に思い出酒が優先放送から徐々に火がついて、ついに200万の大ヒットをする。この年の暮れ、第30回 NHK 紅白歌合戦に出場、紅白初出場を果たす。全日本優先放送大賞グランプリ、第21回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞に輝く思い出のレコード売り上げ枚数は大賞曲。 見せられてを上回る。この年のザベスト 10TBSK 年間1位は思い出酒である。いつ見ても波乱万丈内で語ったところによると、前年1978年の大晦日は熱海へ興行に来ており、終了後に小林のマネージャーやスタッフと一緒に紅白を見ながら、来年こそは絶対に筆曲を出して紅白へ出たいな。と話したところ、 スタッフたちに、みゆきちゃん、絶対無理だよ。と笑われてしまったが、翌年に本当に、ヒット曲を出せて初出場できたのが、夢のようだったという。1980年にはシングル、止まり木も、大ヒットした。その後も、二人は一人、もしかして、パーシー、三木和彦とのデュエット曲、雪椿などの大ヒット作に恵まれ、紅白への連続出場も果たし、 1991年から2009年まで、紅白での三河健一との派手な衣装対決は、紅白恒例の話題作りとなっていた、三河は2010年以降は出場していない。三河とは、デビュー前後から小賀正夫の下で一緒に、レッスン指導を受けていたため、年齢は、離れているが50年前からプライベートでも進行が、深く、健ちゃん、美幸ちゃんと呼び合う中で、 音楽番組以外にもバラエティ番組などに仲良く出演するなどしており、デビュー当時からお互いの低迷時の苦労等もすべて知り尽くしている。1983年5月にはロサンゼルス、ブラジルなどで初めての海外公演を行い、新宿コマ劇場で初の単独座長公演を行った。1987年には、 第一プロダクションから医薬金2億円で独立、個人事務所の幸子プロモーションを設立する。1988年、紅白に10回連続出場。自身初となる赤組取りを務める。1993年、歌手生活30周年を迎え NHK ホールにて、記念リサイタルを行う。同年12月、紅白に15回連続出場を果たす。 1996年、ワーナーミュージックジャパンが演歌部門を撤退したのに伴い、古巣の日本コロンビアに移籍。1997年、第9回日本ジュエリーベストドレッサー賞受賞。同年に、テレビ東京系、アニメ、ポケットモンスターのエンディングテーマソング、ポケットにファンタジーを歌い、以後何度かポケモン関連の活動を行っている。ポケットに、 ファンタジーがテレビ初放映されたのはポケモンショックの回であった。同年には今国レイモンド・ジョンソンとのユニット鈴木さんとしてシングルトリカイコ・プリーズを発売、ポケモンカードゲームの CM ソングとして流れた。1998年芸能生活35周年を迎えるジャズの殿堂ブルーノート東京にて演歌歌手としては初のライブ。 35トン H アニバーサリーブニアンドブルーズを開催。劇場版ポケットモンスターミュウツー2の逆襲のエンディングテーマソング、風と一緒にを担当。そして、同年の第49回 NHK 紅白歌合戦では、風と一緒にを熱唱。また、この翌年正月に放送されたポケモンの音楽を紹介する SP でこの時来た衣装の前で同曲を熱唱した。 紅白に20年連続出場を果たす。1999年、覆面歌手、サチョモ、サチョモとして、アイフルの CM ソング、お地蔵サンバを発売。サチョモは、しばらく正体が明かされなかった。新宿駒劇場にて、華麗なる、サチコの世界シリーズがスタート。2000年、日本レコード大賞、ミソラヒバリメモリアル戦勝受賞。2001年、 博多座で女性歌手初の座長公演を行う。夢の果て、四五戦の夢で日本レコード大賞編曲賞受賞。2003年、芸能生活40周年を迎える。親友の三河健一と共に、慶楽産業の CR、花王のキャラクターを務める。新潟県鴨市に、雪椿の花火費が混流。藤田正人賞大賞受賞。 紅白に25回連続出場を果たす。2004年、第55回 NHK 紅白歌合戦で、自身2度目の赤組取り、初の大取りを務める。2005年、新潟市、長岡市より特別感謝状を授与。日本レコード大賞特別表彰。2006年、第27回松尾芸能賞大賞受賞。国土交通大臣より感謝状を授与。 金樹宝賞を受賞。名古屋、味園座にて、初座長公演。2007年、長岡市に、越後絶唱の下避が混流。新潟市より、新潟市観光大使に任命。2008年、芸能生活45周年を迎え、全国三劇場で、座長公演を行う、味園座、博多座、明治座初座長。文化庁芸術祭の大衆芸能部門で、 優秀賞を受賞。第59回紅白歌合戦で45周年、記念曲、ローランを熱唱、紅白に30回連続出場を果たす。2009年1月1日、国立競技場にて開催された、第88回天皇杯、全日本サッカー選手権大会の開会式で、国歌君がよを歌唱した。伊藤志郎、熱海五郎一座合同公演。 日本映画頂上決戦にゲスト出演。劇中には、オープジンと呼ばれる小林幸子の顔をした高さ7メートルの大人形が登場。オープジンは公演終了後、新潟市のネクスト二2 1に展示されている。第60回 NHK 紅白歌合戦に赤組歌手発の31回連続出場を果たす。2010年1月16日と翌17日には、 台北市の台北国際会議中心でコンサートを行い、1993年と2006年の NHK 紅白歌合戦で披露された衣装を台湾の観客に披露した。その後台湾政府交通部観光局から台湾観光親善大使に任命されている。2011年4月7日には東北地方太平洋沖地震。 東日本大震災で被災して避難所生活を送る被災者を激励するために福島県相馬市を慰問。5月27日にも以前から交流があった大槌町の避難所を慰問。2011年11月15日再生医療などを手掛ける株式会社テスホールディングス代表取締役社長の林秋夫と電撃結婚 2011年11月20日には、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、陸前高田市と宮城、気仙沼市を遺門して2004年に、中越地震で被災した故郷、新潟、長岡市山越地区、被災当時、山越村に所する田んぼ、幸子年で10月に収穫した、新米、幸子の復興米2トンを所有する、大型トラックに積んで贈呈した。 2012年5月1日、日本財団主催の被災地で活動した芸能人ベストサポートで表彰される。2012年4月、小林は長年のビジネスパートナーであった幸子プロモーションの女性社長と専務を解雇した。この件で新曲、絆坂は発売が無期限延期となった。2012年8月20日、レコード会社。 日本コロンビアと契約解除に合意。10月予定で、当初小林自身の作詞、作曲による新曲を、インディーズから発売することを考えていたが、10月17日に、来年のデビュー50周年記念曲として、佐田正史に制作依頼していた、うばらの木を新曲として、急遽発売した。先行配信日の9月27日には、都内で、 新曲発表と新レーベルサシコプリミアムレコーズサチコプレミアレコード発足を発表三十四年ぶりに各地をキャンペーン回りするなどして二千十二年末までに自主制作では異例の二万枚を売り上げている二千十三年二月二十四日には台湾で開催される伝統行事台湾ランタンフェスティバル二千十三の開幕式典に国賓級の待遇で 日本人歌手としては初めて招かれた。また2月22日、23日には2回目となる台湾コンサートを開催した。6月5日、前作、うばらの木に続き、サダのプロデュースで50周年記念曲、ホタル前線をデビュー記念日の6月5日に発売した。6月13日より、神奈川県横須賀市文化会館を皮切りに、 デビュー50周年記念コンサートツアーを開催した。11月1日、横浜赤レンガ倉庫で、小林幸子&、そのダバンドライブ、岩谷時子を歌おうを開催して、ニコニコ動画で生中継された。12月31日から2014年の1月1日に、かけて、東京、ニコファーレ内から、ニニコ生放送で、ラスボス小林幸子による年越しライブ&、 カウントダウンが生放送配信された。幸子古城と銘打った衣装や様々な映像演出で視聴者を驚かせた。2014年8月17日、個人サークル5884組として第86回コミックマーケットに参加した。小林自らブースに立ってミニアルバム CD、幸、幸にしてあげるを反布し、 約2時間40分で用意していた限定1500枚の CD が完売した。急遽9月17日に全国のアニメート各店及びアニメートオンラインショップにて限定発売されて iTunes アルバム総合ランキングでも10位にランクインした。11月17日には50周年記念コンサートのツアーファイナルとしてデビュー以来初めての日本武道館コンサート 50周年記念、小林幸子陰武道館夢の世界を開催。過去に、紅白歌合戦で使った豪華衣装3点を持ち込み、1993年のペガサス、2006年の火の鳥、2010年の母、鶴を再披露した。イルカがデザインプロデュースした振袖を含む合計13パターンの衣装を用意して、たびたび衣装チェンジを行いながら、新曲、 越後に眠るなど、全27曲を歌った。当日の公演の模様はニコニコ動画により、生放送された。2015年、小林の母校である、新潟市立堺小学校を含む4校が、統合して4月に新設される、新潟市立日和山小学校の校歌を作詞、作曲。歌詞には統合で亡くなってしまう4校の校名を、取り入れている。 3月22日、埼玉県所沢市の西部園遊園地、西部園遊園地イルミージュ点灯式に出席して、1000本の桜がある、同遊園地で、1000本桜を歌唱した。4月25日、千葉県幕張メッセで、開催のイベント、ニコニコ超会議2015で、プロレスデビュー。対戦相手のボブサップと、男色、ディーノのタッグから、必殺技、 ラスボスセンプでフォール勝ち。ニコニコ動画により生放送された。5月9日、奈良県薬師寺で世界遺産復興祈願コンサート。6月29日には、新潟発信プロジェクトの一環として、PR ソング、新潟自慢を、なぎこフィーチャリング小林幸子名義で発表。小西康史プロデュース。7月27日、 小林の声をもとにして制作された、ボコロイド4対応のボーカル音源、サチコ発売。8月16日、コミックマーケット、コミケ88に5884組、小林組の団体名でサークル参加した。ミニアルバム CD、サチエンメは約2時間40分で限定2500枚が完売した。10月11日、 中川翔子のコンサートツアー、東京公演にサプライズで登場して、中川とコラボユニットを組んで、ショコタンサッチャンとして10月28日にシングル、無限、ブランノワールを売り前に初披露。2016年3月25日に模様された TBS ラジオ、大沢優里の UU ワイド、長年ゲスト出演などを重ねていた放送終了に伴う、 聴取者への感謝コンサートに出演。4月10日放送分から NHKBS プレミアムわらっちゃおのアレンジ演歌道のコーナーを歌のお姉さん役で担当。10月よりジャパン FM ネットワークのラジオ番組ニコラジパーク月曜をドグマカザミと担当。小林は基本的にその年に発表した楽曲を歌唱している。 2000年の紅白に出場した際、豪快賞での出演は、今回が最後と公言したが、翌2001年も花をテーマに、フラワーオブドリームと題し、小林自身が花びらに噴し、自身のもとに大人数を据えた豪快賞を披露した。これは、大型舞台装置を止めて人力に変えたというのが、真相である。さらに、その次の2002年には、大型舞台装置も復活した。 小林の個人事務所、サチコプロモーション関係者も一部週刊誌の取材時に、小林が豪快賞を準備した状態で、紅白落選した場合について、こちらが勝手に用意したものなので文句は言えないと、コントしていた。戦術の通り、小林サチコは、結婚前の本名であるが、デビュー当時、師匠の小川、歌真似特本での小林を知らない層を考慮して、 夕うな千鳥という芸名を準備していた。その師匠から、小林は歌でお腹いっぱいにはならないけど、人の心を温かくすることはできるんだよという言葉を授けられ、デビュー50周年を過ぎた今でも自分の心に残る言葉と語っていい。姉を肌であり、演歌やポップスなどの後輩歌手への世話や面倒見などがとても良いそうで、中でも、 後輩歌手の柏原義恵を妹のように可愛がっており、柏原も小林を姉のように慕っている。柏原はザベスト展2002など様々な番組の中で、幸子姉さんには落ち込んでいる時に精神的に助けていただいたと感謝の念を述べている。また小林も義恵ちゃんはデビュー当時から変わらぬ、ウイウイしさでとても可愛く。 本当の妹のように思っていると返した。泉ピンコや、夏木マリは、三河健一と同じく、互いの低迷時の苦労を知り尽くしている親友であり、同期の水前寺清子に、宮子春美、後輩の浅野優子、ぐっち雄三、コロッケや牧村美恵子なども、大の仲良しの間柄でもある。中島恵子は、生前20年にわたって、小林を姉のようにしたい。 サチコも可愛がっていた。中島の突然の逝去の際には、小林は大変ショックを受け、悲しみをこらえながら、マスコミに追悼コメントを寄せている。思い出酒がロングヒットになり、ザベスト店でも常連出場になりかけた頃に、視聴者からのはがきで、いつもマイクを持つ手の人差し指だけが立っているという指摘があり、本人もなんとなく。 以前からそうやっていたという話であったが、はその握り方ではなく人差し指でも握っている。後年、速報。歌の大辞典では、当時は大勢の客の前で歌うのが初めてで、とても緊張していて、マイクが震えないようにするためにあのように握っていたと、コメントした。イケメン合衆国に出た時、高田純次によって、紅白で使用した衣装が被害を受けた。 音楽番組だけでなくフジテレビ、ドリーフ大爆笑などのバラエティ番組にも過去に何度か出演しており、清掃員のおばちゃみ役など、非常にコミカルな中年女性役をこなしている。佐田正史とは40年来の大親友で、プライベートでも大変親交が深く、1993年の約束、2012年のうばらの木、2013年のホタル前線は、 サダの制作局である。芸能界では小林が先輩だが、年下のために、サダのことを、まさに、お兄ちゃんなどと呼び慕っており、埼玉スーパーアリーナで行われた、サダ正史歓歴バースデーコンサートには、総60人のゲストの中の一人として出演した。デビュー以来、長らく演歌を持ち歌としてきたため高齢者層への知名度が高い反面、若年層への知名度は、 比較的低かったが、1997年に鳥海っこプリーズを発表して、以降は若年層への地名も上がり、小林自身もアニメなど若年層向けのサブカルチャーに関わる楽曲をたびたび発表するようになった。サッちゃんとの相性がある。また、2010年代より紅白でのあまりの衣装の派手さがまるでラスボスのようだとして、 ニコニコ動画ユーザーを中心とする若年層ファンからラスボスと呼ばれることがあり、本人は当初こそ戸惑っていたものの、いいじゃん。ラスボス小林幸子と面白がっているという。デビュー50周年全国コンサートには若年層ファンの方も多く訪れてくれるようになって、とてもありがたくて嬉しいとインタビューで語っている。また、ニコニコ動画では自らを ばあさんと称した動画も投稿している。2013年9月6日にはニコニコ動画に初投稿を僕と私とニコニコ動画を夏間満載で歌ってみたサチコのタイトルで動画を初投稿した。これ以外にも動画を投稿しているが動画の制作にプロダクションではなくニコニコ動画でいわゆる絵師として活躍する人などに依頼を行いコラボレーションの形をとっている。 ニコニコ動画との関係は投稿以外にも、ニコニコ超パーティーへの出演があるほか、ニコニコ街会議への出演を行っている。同人歌手のビートマリオの依頼でビートマリオ作詞の歌である、ヘルプミー、エリンウンーンの小林幸子バージョンを作ってほしいという依頼を受け、コミックマーケット88にて、クークリハクレイを祭りエリンというタイトルで CD を反布したことがある。オンラインゲーム。 ファンタシースターオンラインに、フソニの挿入曲である、ようこそアークスでも、ビーとマリオが作詞、作曲、編曲手掛けている。フトジの楽曲はその作品限定の収録、フトジ社体の楽曲はその作品限定のバージョン。第30回、1979年に初出場を、果たしてから、正規の歌手としての出場は連続で33回。 赤組歌手としての出場回数で、和田紀子を2回差、石川さゆりを1回差で追っていたが、2012年にスキャンダルの煽りを受けて落選。以降は、第66回、2015年に特別枠として1回復帰したのみ。連続33回出場は、石川に抜かれるまで、赤組歌手の連続出場の最長記録となっていた、クレナイ歌手における初出場からの連続出場では、 単独1位。例年の豪快賞の移動や設置の関係で他の常連歌手に比べて披露した曲数は多いものの、鳥を務めた回数は少ない。第39回、1988年と第55回、2004年の2度、曲はいずれも雪椿であった。注意点。シンプルな黒字や、 友禅などの高価な着物を着ることも多いが、普段から何かときらびやかで、ゴージャスなファーや、ドレスなどの衣装を身にまとっており、音楽番組などでは衣装を何着も用意して、コンサートのようにたびたび衣装チェンジをして着替えている。紅白歌合戦ではさらに趣向を凝らした、ゴージャス衣装を、数多く用意している。豪華衣装を着始めた理由は、市川猿之助さんのスーパー歌舞伎を生で見て、 私もこんな派手な衣装を着て、ステージで歌いたいなと感銘を受け、猿之助さんの楽屋や挨拶に行って、コスチュームデザナーを紹介していただいたのが、スタートでファンの皆さんに自分の歌以外にも派手な衣装を見ていただいて、ビジュアル面でも楽しんでいただきたかったからと語っており、視聴者の間で毎年話題となっている。小林自身も今までの衣装代に財産をつぎ込まなければ、 今頃は大豪邸を建てて住んでいるだろうと冗談で語ったことがある。ワイヤーで釣り上げたり、特殊ギフトで上昇したりする、電飾を大量に使用する、毎年彼女専用に新規に製作される特注品であり、非常に高価なため一着しか存在しないという特徴を持ち、紅白終了後は1ヶ月公演や全国ツアーでも披露されるのが習わしとなっている。 制作した衣装は処分したりせずに、湯河原や都内の自宅、倉庫などにすべて保管しており、維持費だけでも毎年かなりの金額になると、NHK、スタジオパークからこんにちはのゲスト出演時で語、いた。紅白で使われた歴代の公開衣装は解体して保管している。百九十二年の紅白では、推定四億円とされる色衣装で登場したが、 本番中にショートしてコンピュータが故障し約3分の2が点灯しないというトラブルに見舞われている。映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶジャングルではこの派手な衣装を元ネタにした小林幸子アクションミレニアムビーム発射装置なる武器が劇中劇に登場。ビーム発射音は小林本人の声だった。またこの映画の主題歌も小林本人が歌っている。 アニメ、ヤッターマン、リメイク版2008年12月15日放送の第28話では、この派手な衣装をモチーフとした、ドロンボーメカ、サチコ DX が登場。声も、小林本人が担当しているほか、劇中では、小林本人が、天才ドロンボー08を熱唱するシーンや2000から2007年までの衣装を再現するという演出があった。また、 ドクちゃんの豆知識では2008年の実際の紅白衣装で世界一軽い布を探しているらしいというヒントも披露された。2011年の衣装は震災の影響で自粛を検討していたが被災者の私たちを元気づけるつもりなら豪華衣装をやってください。との声により10月1日より制作開始し12月30日のリハーサル当日の朝に完成た。 大きいトラックの荷台に乗せ NHK ホールの搬入口から搬入しようとしたところ獅子の頭が大きすぎで入らなかったためトラックよりおろし花の一部分を削って搬入した。2015年の紅白では特別企画枠で4年ぶりに復帰した小林は動画サイトニコニコ動画とコラボした巨大衣装で初音ミクのボカロ曲として有名な千本桜を披露。 リハーサルでは白のドレス姿の小林の背後から目がサチコが登場する演出の途中でスタッフから一旦止めます。後ろの目がサチコの調子が悪いですと声が上がり一時中断となったが本番では大成功となった。衣装には毎年曲目に合わせたコンセプトから名前が付けられている。衣装デザインは桜井久美子や上佐美三子電飾部分に 森脇広之などが歴代参加している。デビュー当初から女優業も行っており、座長としての舞台公演はもちろん、テレビの2時間ドラマや NHK 大河ドラマ、花の乱、連続テレビ小説、本間門、テレビ朝日、OL ゼニ堂などのドラマでも活動している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。